手応えは当然ながら、結果を見ていただいても分かるように手応えも同じように感じてはいますけれども、まあ、ここが一番こう頑張りどころじゃないかなとは思います。平川選手もこの素顔早かったでしょうからね、まあ、そういう意味では一人脅威の選手が今回出場しないっていう事実は、ね、間違いないことだと思いますけれども、うん、まあ、だからこそこの素顔大会で優勝しないといけないかなっていう、予選さえしっかりできればあとはまあ何でもいいというか、晴れでも雨でもそれなりに自分たちのパフォーマンスが高いと思っていますから、まあ、しっかりと予選順位をまず上位をキープして、決勝を戦えると、流れをそのつかめるんじゃないかなと思います。さあ、たけしさん、今のコメント聞いていかがでしょう。はい、そうですね、ノジー選手は本当にこう積み上げていくっていうね、そうがぴったりな、まあ、取り組み方ですよね。なのでぶれないし、崩れない、本当にこう一つ一つを階段を一段一段登っていく。でさらにやっぱりこのエンジニアの一世エンジニアとのコンビネーションも本当にいいですよね。彼らのコンビネーションというのは本当に各チームにとっては脅威だと思いますね。そして野尻智樹が帰ってくるが、野尻智樹は大湯を上回れないか、どうだ、上回れない、コンマ1秒、野尻 Q3 進出を逃してしまった。野尻智樹はわずかに及ばず。その差何秒ですか、この1000分の
1000分の19ですね、0秒019。いやー、大湯にわずかに届かないポイントリーダーの野尻は都合のこの雨味方につけられませんでした。いやタイミング悪く赤旗も出てしまいまして、仕切り直しの赤旗も野尻も狙っていったんですが、はい、土屋さん、いや本当にギリギリの戦いです。トップはこれで福住二礼、そしてその後関口優秀、ジュリアーノアレジ、大湯俊樹までが通過。野尻智樹は残念ながらその大湯から0秒019の差で敗れましたので、Q2 ここで終了ということになりました。今この線ラジオではどういう状況かは多分届いているかと思うんですけれども、まあ、ピットに戻ってきて明日に切り替えてドライコンディションの明日の決勝レースをいかにポジションを上げるかというところにこれからですね、フォーカスしてくると思います。2021スーパーフォーミュラーの第4戦スポーツランド総合予選が行われていますが、いよいよこの後は予選の Q3 となります。リプレイが出てきます。さあ野尻がオーバーテイクシステムを使って並んでいったんですが、松下じわり寄せていく。いや2台とも本当にギリギリの素晴らしい戦いですね。はい、接触はありませんね。そして野尻智樹が今山本直樹を捉えていきました。山本直樹を捉えていった野尻智樹、同じホンダエンジン勢同士ということになりますけれども、はい、今野尻選手8秒、交換してないタイム、チームの中でダースに入りたいですね。そうですね、はい、まあ、これが今野尻選手が求めているレースに強い車というところもあるんですかね。いや本当にね、あのちょっと別次元の今のこのタイムの出方なんで、これは後半に向けてどういう展開にしていくかというのは、この陣営無限ですよね。陣営は本当にこういろんなオプションを取れるので楽しみじゃないですかね。野尻選手ご覧のようにですね、みるみるうちにジュリアーノアレジ、そして坂口
西田を視界に捉えています。いやもうメインストレートに来るときにはこれオーバーテイクシステム次使ったらもう追いつけるんじゃないかっていうぐらいですよね。ノージリ選手これもあっけなく抜きましたね。はい、山本直樹選手オーバーテイクを使いながら、まあ、この都合ではこのオーバーテイクの使い方の何か教科書のような抜き方ですよね、はい、やっぱりこれを見ると、タイヤさえ良ければ抜けるとオーバーテイク使い、これはさあノジリがあっという間にジュリアーノアレジを捉えました。いやもう次帰ってきたら追いつけますねって言ったら抜いちゃいましたね。ノジリトモキがジュリアーノアレジをあっという間に料理していきました。いやもう勢いが全然違いますね。はい、これで6番手です、はい、6番手20周をクリアして21周目に入りましたけれども、現在これでリーダーに躍り出たのは牧野忠介、2番手には宮田理友、そしてノジリトモキが3番手に上がってきました。そのノジリのオーバーテイク坂口瀬名を捉えました。素晴らしい。これはねちょっと今の中の展開ではすごくこの野尻選手が後半にどういうポジションで、争いになるか、トップグループとの争いになると思います。そしてその3番手に現在は位置しています野尻智樹選手なんですが、ついにトップの牧野選手とは5秒を切ってきました、はい、トップの野尻と山下健太とのギャップが19秒ありますから、はい、ちょっと今のこの山下の頑張りというのはトップ争いには繋がらない感じ。今野尻選手8秒台後半、またから後半なんですけど、はい、福住選手タイヤを交換していない、福住がタイヤを交換しましたね。もうヒット作業した福住選手も同じようなラップタイム、ラップタイムですね。そしてその2人の差は22秒の差、はい、これでもし、野尻選手が例えば40秒ぐらいまでギャップを広げることができれば、はい、これ作業の時間稼げますよね。さあまだ無限チームはピットに動きはありません。そしてトップの16号車野尻智樹に対してはブルーフラッグですね、ブルーフラッグが振られ続けています。黙って見つめるというこの陣営の顔が映りました。ピットでの作戦を考える、いやー無限チームどういう風に動きますか。どうやら野尻選手の準備が整えられているようです。9秒台から上がらなくなってきたんで、そろそろタイム限界だったんでしょうね。さあここから、戻るのは今松下牧野、この辺ですよね。どこに戻れるか。無限チームのメカニックもちょっと緊張しますよね。はい、でアウトアップなんで、すごい混戦のところなんですよね。宮田までが2秒以内にいうところなんで、宮田理友まで36秒673、はい、ちょうどこの今松下牧野宮田が団子になっているところですもんね、はい、ちょっとこれはね厳しいかな。まあ後藤のりどりなんです。さあここまで頑張ってきた、トップまで上がってきた野尻智樹、ラップリーダーを作ってきましたが、さあピットに入った最後の一人がピットに入りました。周回数42周目、これで今カウントされる周回数は42周終了、43周目、野尻智樹41周完了、42周目ということになります。野尻智樹ピット、これは早いか、残りの7、ピット作業が早かった無限チーム。さあこれはどこに戻れる、さあどこに戻れるか、今大湯が通過をしていきます。さらには関口も通過、松下通過、そして牧野の後ろか、はい、松下、そう、牧野の後ろ、宮田の前では出られるか、しかし宮田はもうタイヤが温まっている、はい、いやー宮田の前では出ましたが、ただ冷えているタイヤで宮田を防戦できるかどうか、野尻智樹ここは抑えたいが、宮田がインサイド飛び込んでくるハイポイント、インサイドバイサイドチェック厳しい、なんとか野尻ここは宮田を抑えた、抑え込んだ。そして宮田はオーバーテイクシステムを使うでしょうが、野尻智樹はどうだ、オーバーテイクシステムは使わないか。いや野尻意地で抑えました。すごいですね、強い。さあということで、どうやら武さん、はい、この後野尻選手のオーバーテイク、あと残り12周、はい、どこまでペースを上げられるか、車速いのは分かりますけど、あとは残っているオーバーテイクシステムの時間だったり、
そこですね、はい、さあ正真正銘のトップに躍り出ました福住2年2番手には大江俊樹、その差は6秒291、3番手関口とトップの差は8秒286、そして4番手松下信春、5番手牧野忠介、6番手に下がった野尻智樹、さあここから、そして今野尻智樹がついにドアを開けるか、牧野忠介インを取っている、牧野忠介ドアは開けない、こじ開けようとした野尻ドアは開かない、6番手と5番手変わらない接触ギリギリの攻防戦、いやしかし見事なバトルです、この今レースをですね戦ってきた男がついに日本のトップフォーミュラー頂に登りました。今カーナンバー5番初優勝、長かったこれまでの戦い、いや嬉しそうですね、やっと勝ちました福住2レーン。さあそしてドライバーズスタンディングなんですけれども、現在野尻智樹選手がポイントをがっちりとちゃんと掴みましたので53ポイントにポイント伸ばしました。そして今日2位に入った大湯選手が2番手に上がり、福住選手が3番手に上がったということで、まあ欠場してしまった平川選手は4位に降格ということになってますけれども、